はい。今私がいるところはですね、高見馬場食堂っていうところのちょうど前ですね。でこっち左行くとですね、ここがね、高見馬場の交差点です。で、今日は11月の3日、大原祭りのですね、が終わったところです。これからですね、木戸に着くわけですけど、キロ、まあ、その間にもね、少しでもね、鹿児島の情報をね、お伝えしようと思ってですね、ちょっと電車通り沿いに沿ってですね、歩きたいと思います。今ね、時刻はね、3時10分ほんで、交通規制がもう今解かれようとしてますね。ほら、今積み込んでますもんね。はい、これからね、ここのね、横断歩道を渡ります。こっち側が今黄色い電車が止まってるでしょう。あっち側がですね、中央駅側。でも私はここをね、左に行きます。ちょっとね、あれが、涼しい風が、というか冷たい風がね、心地いい。風のボコボコはないような風ですね。気持ちがいい風ですね。確かね、3時半までがですね、交通規制ですから、まだあれですね、振り返ってみましょうか。あ、まだ向こうの方の、天文館側のあれか、力はまだ来ませんもんね。あ、警察署が向こうに行った。なんか、あい来たのか、なんか、運びにおいで、みたいなこと言われたのかもしれません。ですね。あのですね、ここはですね、天文館のですね、日本松馬場通り。ちょっと達筆なもんで、ちょっと分かりにくいんですけどね。はい、ここをですね、まっすぐ行きますよ。ちなみにね、ここはね、鍛冶屋町。鍛冶屋町だからって言って、鍛冶が多いわけじゃないですけどね。昔のね、明治維新の頃の偉人がですね、いっぱいこの辺りからですね、出てますからね。ここは山の串電車通り会っていうなんかがあるんですね。なんかもあれですね、お腹祭りがあったっていうムードはもうなくなりましたね。人通りを見てるとですね、私の方にあるんですよ。私の方にはやっぱりね、反省がいろいろあってですね、撮影のね、そうなんですけどもね。向こう側が山の口町側ですね。えらいあれですよね、交通量少ないですよね。まあ、あっちの方が通行止めになるっていうのが、なってるっていうのを知ってるからでしょうけど。こっち側、右側がですね、甲突側沿いになりますね。どれぐらいだろう、
はい、こっちはですね、山の口本通り、よく私の動画で出てきますよ。ここを右に行きます。車で来ればあっちゅう間なんだけど、歩くとやっぱりですね、結構ある。今日はですね、靴を履いてきたんですよ。靴ちょっとね、足先がですね、やっぱりこうなんかやっぱりチクチクするような、痛いって言われないんですけどもね。なんか珍しい車かなんか来てくれないですかね。この前はね、ちょうどね、三輪オートバイみたいなのがですね、ちょうど来てですよ。で、バックミラーで気がついたんです。で、バックミラーで気がついたもんだから、それを追い越させてですね、その後をつけるっていうのです。あれしたんですけど。やっぱり、その、オートバイなんて言うんだろうかと思ったら、ちゃんとコメントが来ましたからね。知ってる人にはもうお茶の子さしたいなんですよね。今度かい。いや、普通車ですね。はい、ここはですね、一方通行だから私の動画には出てこないけど、こう左側に電停がありますけど、ここは高等中学校前っていう電停ですね。ああ、前の一段はおはら祭りを見ての帰りなんでしょうね。いや、そうかどうかわからないけど、まあ多分だと思いますよ。家族でああいうところに行かれるっていいですよね。それでですね、前の方にほら公園が見えてきたでしょう。ここはね、昔の私立病院跡地ですね。だからもうこの若手テレビをずっと見てらっしゃる方は、もうそんなこと言わなくても分かってるって言われると思うんですけども、初めてここを見た人は、これを見た人、この動画を見た人はですよ、高見馬場からここに来て、私立病院が消えたっていうふうに思われるかもしれないけど、あのね、歩いてみりゃやっぱり私立病院の方はね、広いですよ。今は梶屋町の森公園ってなってますけどね。それとは看板のとこ行ってみますね。ほら、梶屋町の森公園。ほんで、こっちが、さっき言ったの、高等中学校前、電停で、この右の方に薄グリーンの校舎があるのが、高等中学校ですね。ちょっとこっちをスラーっと眺めてみましょう。鹿児島市立病院は五つ子ちゃんで一躍有名になりましたもんね。それは皆さんが3355あれですよ。昆虫採集もいる。昆虫がいるんでしょうね。あ、それとここにほら、大きな木があるでしょ。イチョウがあって、その向こう。赤穂の木ですけど、これは昔からあるんですかね。そのいわゆる私立病院がここにあった頃から。ちょっと見てみましょうかね。あ、何もない。書いてない。昔からあったんでしょうね。
こういうのを移設するって、移植大変ですもんね。ほら、昔私立病院で働いてたとか、その私立病院、これを知ってる人がいたらコメントくださいね。はい、赤穂の木のですね、根元をずっとあれするような感じでね。今信号があるでしょう。バスが今向こうに行きましたね、左行きましたね。ここがね、新屋敷交差点、さっき の、 あの高等中前の電停との距離はあんまりないんですけどもね、ここもほら昔のやっぱり私立病院の関係者の方なんかはこの辺りで降りてたんじゃないですかね。あれですよ、あのね、ヤクルト戦を飲んでからかどうか知らんけどですね、スタミナがね結構あるんですよ。だから今思ったの、前はですね、ここの階段をこう上がっていくときですね、せいぜい酔ったんですよ、ぜいぜい。だけどどうだろう、今日は普通に歩きますからね。いや、言うかもしれませんよ、言うかもしれないけど、ぜいぜいね。だけどまあどうなんだろうと思ってですよ、試し試し。本当ですよ、前はね、ここも歩かんうちせいぜい酔ったですもんね。はい、こっちがですね、ナポリ通り。ほんで、正面に見えるのが MBC。MBC、MBC、MBC ってやつです。で、ここずっと左側に行きます。そして、この信号の向こう側がですね、パース通りになります。はい。で、今、正面に、トラックが、何のトラックか。要するにここ行くとですね、信号に着きます。信号ですね。はい、こっちがですね、高等中学校。で、ここから左ちょっとパンしましょうかね。で、これがずっと左行くとするとですね、私立病院跡ですね。はい、向こう側がですね、さっき見てもらった MBC 側ですね。で、こっちが川昌ハウス。トゥートゥルトゥルトゥル。あれですよ、あの本当あの、心臓のドキドキはない。ヤクルト戦ですかね。それとも自分がその体力が自然とついてきたのと、そのヤクルト戦とあれがタイミングがあったんですかね。はい、こっち側にね、甲突川側におりますからね。降りるときにぜいぜい言うたりして、足元をちゃんと見ないとですね。トゥットゥトゥルルルルッチ。あ、やっぱり高いところはやっぱあれですね、気持ちがいいですね。だんだんこう普通の生活に変えるというような感じですよ。こうこれぐらいになるとですね、はい、こっちが MBC ですね。あ、こっちちょっと一旦渡ってみましょうか。
川を見てみましょうね。なかなか甲突川を見ることないですもんね。よいよいよいと。あ、なんであっちかわかりますか。いや、左側にね、シェラトンホテル、ほら、ありますもんね。だって今、甲突川がゆっくり流れてるけど、これはひょっとしたら満潮に近いのかも。アングル変えます。はい、こっち側ですね、新屋敷の交差点だ。今ね、ここでもあれを切ろうかなと思ったんだけど、そこにほら、イチョウが少しね、黄色みが強いイチョウがありましたからね、そこをやっぱりこう取ろうかな。ここはこれね、藤棚ですね。はい、これがですね、イチョウ。あ、やっぱりあれですね、夏の、頃の様子に、みんな、どの木の葉っぱも、グリーンっていうよりかは、少しずつほら、色づいてきてますよね。ほんでね、どこか、いや、いいですよ、ここね。自分でね、こう歩きながらですね、前もなんかでここ歩いたけど、その時よりもいい。やっぱあれかも。今さっき言ったでしょう。イチョウがほら、こっちの、木の向こうに透けて見える、イチョウの葉っぱがね、なんか秋を告げてるって感じですよ。おいで、ここの、それのもう一つはあれかも。さっき言ったでしょう。この甲突川の水の流れがですね、ゆったりしてるんですよ。だからもうすぐ下はですね、錦江湾ですから、この辺りはね、満潮時になるとこんなゆっくりとあれが流れるんです。だからそれがいいのかもしれませんね。はい、ということでですね、今日の動画はですよ、シェラトンホテルのですね、工事現場がちょっと見えますけどね、ここでお開きになります。はい、ありがとうございました。